はい、どうもこんばんは、ピンさんです。ご視聴ありがとうございます。悪代官全部終わったんですけども、この地獄門の鍵を9本集めてみたいなと思いましたので、鍵集めとあと罠や用心棒の強化をしていきたいなと思います。まあ完全な趣味プレイになりますので、心が折れたらやめます心折れなかったらね、続けていこうかなっていう感じですね。本当はね、難しいも全部クリアしていければいいんですが、結構難しそうなので、いけそうだったら行く、いけなかったらやらないっていう感じでやっていきたいと思います。じゃあね、一応ね、優しいの方のアイテムも取りたいんですけど、この毒に弱い系の武器とかが揃ってないので、まあ地獄門の鍵を狙いながらお金を貯めていって、毒系の罠とか装備を強化したら、またこっちの毒系で解放されるアイテム取りに行きたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまず旗本退屈男からね、やっていきまーす。うん、やっぱり普通になると強いな。まあクリア。ああ、鍵が出てこないな。ああ、でも虎の巻が出ましたね。おお、格付けビンゴもね、あと1個だ。これもね、見たいんだよね。繋がったらどうなるかね。ああ、虎の巻の1の普通も、あれか、2つの松明に点火するとか。松明点火系か。ってことは、それなりの装備を買わないといけないな。まあこれ買わないといけないよね。スイッチを入れると爆発する罠ね。これを松明の近くに買っておいて爆発すればいいからね。はい、じゃあ買います。うん、しっかり装備してね。四角ボタンにで設置後、もう一度四角ボタンを押すことで爆発する。ああ、なるほどね。ああ、でもこれじゃどうなんだ？ちょっと遠いかもしれないな。まあいいか、やってみよう。松明は？これかな？この屋敷の中にあるこの二つか。そうだよね。あとないもんね。はい、了解了解。はい、じゃあまずは松明を燃やすことをやりましょう。ここにセットして、ちょっと離れて、爆発。あ、でも火つかないか。火ついてないね。あー、やり方ミスりましたな。じゃあもう、退屈男倒しだ、あとは。はい。おい。お、牛ガエルね。これで格付けビンゴ埋まったんじゃないかな。あ、なんか新しいアイテムゲット。あ、埋まりましたよ、格付けビンゴ。これでどれくらいもらえるかだよね、報酬が。あ、軍配がかける10か。結構大きいな。よしよし。あの距離だったらあれかな。火炎瓶とかでも大丈夫なのかな。じゃあまた装備を火炎瓶に変えて。で、なんかもらったよね。あ、これね、白。罠用心棒問わず全てのものを天草四郎の奇跡の原理を活用して復活させる奇跡の弾薬。
すべて。これ範囲内だもんね。すごいじゃん。これやっぱり周回ゲーなんだよな。で、あとは、忍びを強化してか。これ強化してもね、あれなんだよね。コストが減らないのがいいから大きいよね。どうしよっかな。罠耐性はまたいいかな。これくらいにで振っておきましょう。よしよし。じゃあまた旗本退屈男やって、今度はアイテムを取りに行きます。よし。じゃあ火炎瓶投げていこう。これで火ついてる間に、ああ、もう死んじゃった。あ、違う。ついたのか。よかった。あれ？罠発動が。はい。あれ、じゃあこの扉の罠は何なんだろうな。ここが開くわけじゃないんだ。ここじゃ、これはこれ何の意味なんだろうな。まあいいや。とりあえず隠しアイテムはゲットしたって感じだね。薄焼きタワー。星の合計が2にならないな。そよ風の鐘がプラス1か。そっか。あとは毒系のあれか、道具を取ってきて、まあこれね、結局アイテムは全部買った方がいいのかね。ああ、これとあれか、なんかあの矢人形を使ってなのかな、矢を飛ばすのはね。まあ毒瓶ゲットして、緑のお札の扉はって書いてることは、旗本の普通のところが赤かったから、火矢か。火の矢を打ち込めばいいとか、あそこに。込み入るね、毒矢。7の優しいに行きますか。謎のツタだからね。7の優しい行って、大観の毒攻撃でそのツタを破ると。7の優しいは、ああイースター島か。まあ行こうか。じゃあ毒攻撃で、ツタを割っていきましょう。ああ本当だ。でもこれを割ったからって何になるわけじゃないんだね。だってモアイが出てきてるだけだもんね。ね。あともう一体ぐらいいた気がするな。ああ、いたいた。あ、なるほどね。これでアイテムが出てきたから、アイテムを回収したらモアイ倒していきます。はい、これでアイテム回収して、あ、もうアイテムがいるね。よしよし。はい、クリアー。暗い。羊の呪い。あ、イースター島だって。面白いね。イースター島をゲットしましたね。
格付けビンゴはなんかバラバラになってきましたね、下の方でね。イースター島がどれくらい強いかだよな。あ、あるわ。謎の文字ドンゴロンゴが刻まれた人、一振りするたびに和状の光線が放たれ、遠くの敵をも倒すことができる。あー、これ便利な飛び道具だな。弾数制限があるが、打ち尽くしても近接武器として使用可能。あとどうしよっかな。クイズとかやってもいいんだけど、ペリーの普通にチャレンジしてみようかな。ああ、西郷さんもいるしね。うん、ペリーの普通にチャレンジします。いやー、やっぱ普通のペリーも結構強いわ。縁側食べ放題。まあ、食べるとこないんだけどね。あ、4の普通、ゲット。地獄門の鍵のさ、解放条件って何なんだろうな。ノーダメクリアとかかな。1分以内クリアとかね。4の普通。6連鎖以上。連鎖か。一番不得意なところだな、これは。いやー、条件が厳しいな、俺の中では。これもね、松明に同時に点火させるのはね、ちょっと距離があって難しいんだよね。ああ、これはできると思うんだよね。氷属性の砲弾。じゃあクイズ番組やってこようかな。あったあった。このクイズでさ、ネジと軍配が獲得できると結構美味しいんだよな。よし、1万両ゲット。あと軍配とネジのね、アイテムが取れるかなんだよね。取れてたら周回かけて取っていきたいよね。あ、ないか。あ、ないわ。そっか、ないか。これ設定で難しいにしたら、難しいにしたらあんのかな。アルティメットアンサー。さすがわしじゃの。はい、難しいで全問正解してみました。これでね、1万5000両の他にネジと軍配が出てくるか。出てこないってことは、ミニゲームは周回しても意味がないですね。さて、もう4万4000両も獲得しましたけどね。まあ武器とか罠はね、一通り買ってった方がいいんだろうな。英雄デッキ、英雄デッキってあれか、ムービーを見るただけかな。じゃあこれいらないわな。この回転矢人形気になるんで買いましょう。あとはね、矢を出す。矢を出す罠ね。矢を出す道具が見つからないな。まあ武器とか全部買っちゃいますか。ね、なんか買えるもん買っときますかね。あとどうしよっかな。欲しい11個だから、西郷さんまではやれんのか。じゃあ西郷さんの普通をちょっとやります。西郷さんのところは、あ、なんかあるわ。
これ多分あの的は取った方がいいんだろうな。4つあるもんね。あーでもあれか、矢人形持ってこなかった。この4つを矢で射抜くんだろうな。やばい、最後オートン。最後オートンはこの的をどうにかするんだよな。普通に攻撃してもダメだから、火縄銃か矢で撃つんだと思うんだよね。ニセライオン。うん、そよ風の鐘がプラス2。ヒントは出てこなかったな。まあこれ周回かけて格付けビンゴをさ埋めていかないとさ、アイテム強化難しいな。なんかもうついでにあれしよっか。竜宮城？あ、いけない、竜宮城いけなかったか。じゃあどうしよう、火縄銃持ってきてまた西郷さんやってみようかな。あ、火縄銃結構コスト高いわ。1500もある。できない。あ、これでギリギリね。火縄銃ちょっと装備して、また西郷さんやってみまーす。一応ね、回転矢人形も持ってきたんで、これどうしよう、ここじゃない方がいいのかな？こっち側の方がいいか。あ、てか、ここに置いとけば両方に行けるかね。まあ、ちょっと配置しておきます。ここだけちょっとずれてんだ。はい。まあ、回転矢人形をセットして、はい。ダメだな。まあ撃っていくけどね。ああ、わかったわかった、あれか。これ普通の矢、氷属性の矢、毒属性の矢、火属性の矢を、これが多分ね、毒属性で、こっちが火属性の矢を撃たないと多分ダメなんだ。ああ、そういうことっすね。はい、クリア。紐5段変速。ああ、でも星が2になったな。難しいな。お金はすごい溜まってきた。ああ、軍配も、まあ1個だけ獲得したけどね。ああ、これはもうあれだ、もうしぐるぐる周回かけて格付けビンゴを埋めた方が早いわ。これはあれだな、本当に実況にはもう向かないね。ただやりきってどうにかするみたいな話か。はい、ということで悪代官のですね、まあレベル上げみたいなことやってきましたけど、格付けビンゴを埋めるのが早いってことが分かりましたね。まあ1時間ぐらい撮ってるんですが、まあ編集でどれくらい短くなるか分かんないですけど今回多分全然面白くないんで、バンバン短くしてアップロードしていると思います。まあ悪代官はもう週1か、まあ週2なるかならないかぐらいでしょうね。まあ次の新しいゲーム見つかるまではちょっと回数多いかもしれないですけどね。まあ心が折れるまでやっていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。